人生ピッチクロックチャンネル。未来の中世紀の話って聞いたけど、どんな話なの？ガイアギア。ガイアギアってどんな話だっけ？シャアのメモリクローン作った組織がキターンズもどきみたいのと戦う。だけどメモリークローンはだんだんということ聞かなくなる。フルフロンタルとかのアイディア元みたいな設定あるんだな。ゼンナさんは後からそれっぽく顔と声を似せただけなのでクローンとかではない。シャアの残留思念が乗っかったりなんてのはあるが、そもそも作られた目的が残党にシャアってみこしを、たとえ本物でなくても担がせようって感じだから、名実ともにシャアっぽいさんだからね。この武器並べてる画像なんて言うんだっけ。ガメしさかっこよくて惚れたな。結構よく使われる手法じゃない。メーカーがこんなに多種類の装備を運用できますよって自慢するときによくやるよね。汎用量産機、武装選択が潤沢そう。野崎やジムのプラモの写真もこういう手法で売ればいいのにね。ウェポンロードディスプレイかな。専門用語も別にあったはず。富の小説が原作の先行のハサウェイみたいにこれもアニメ化するのかね。大昔ドラマ CD 化されてたのは覚えてる。監督的には今更そんな昔のもの引っ張り出してくるなって怒りそう。それを言うならハサウェイ引っ張り出したのだって化石掘りみたいなもんじゃない。ハサ映画化についての一言コメント記載された時、とても落ち着いた心持ちって風な言葉だったよね。マンマシーンって高出力な MS と何が違うの？ G レコも当初はマンマシーンで行く予定だったと聞くが。ガイアギア、逆者、セイハサって順番で発表されてるんだな。メカや用語がセイハサっぽいんではなく、セイハサがガイアギアのワードに寄せたんだ。今さらガイアギアを宇宙世紀年表に突っ込むには多くの不具合が発生しそうだな。ガンダム一族に組み込むことになったらアナザーガンダムとかのポジションになるのかしらね。マルチバース的にどこかで分岐したパラレルとかで、シャアがアイコンとして強すぎ問題は作品世界内でも制作サイドでもぶつかり続けてる問題だと思う。アムロ知らなくてもシャア専用って聞けば赤くて3倍速いんでしょってなるからな。ハゲがガチクロ歴史認定してっからな。発表した当時は一応ガンダム精子のつもりだったんだろうけど、今はないことになってるのかね。ガイアギア、ファステストフォーミュラでゾーリンソウルを拾ったお金で軸が乱れてきてるけどね。仮にガイアギアまで年表を進めんでもゾーリンソウルがちょろっと出てくるとかはありえるよね。ゾーリンソウル回収型がササビーガンダムっていう感じのデザインでめちゃくちゃかっこいいから、せめてこいつだけでもどっかで拾われてほしい。 UC ネクスト100のインタビューでガイアギアに言及されてたから、何らか動く可能性がないわけでもない。セイハサの次はこれだと思ってる。ファン層が薄いところを開拓ってスタンスだし、UC ネクスト100の隠し玉かもね。アフラン氏は最後敗走して戦場から逃げて終わりだった気がする。敵の親玉からエースまで全部潰して干渉して恋人取り返して完全勝利が小説のアフラン氏、敵の親玉と相打ちで生死不明がラジオドラマのアフラン氏、全体に溶けてるシャーズナブルの残留思念入ってるのがフランシャー。ストーリーはさっぱり覚えてない。マハってイオとの響きとマンマシーンって名付けちゃうセンスは大好き。
マハは逆シャーの不法滞在者カル部隊の名前だから実はずっと出続けてはいるんだ。逆シャー時点ではマハじゃなくてハンターだぞ。10年くらい早く生まれたかった。ガッサの立体物初めて見たわ。瓦礫は高嶺の花だったな。メモリークローンな方はラジオドラマの方で小説ではフランシにあっさり殺されてタウルが死に際をクリシュナに見取ってもらったり、なんかサイコミュがリミッター外したら死ぬくらいの負荷かかる代わりに誰でも使えるようになったり、いろいろ違う。アフランシもヒロイン助けずにシャアの意思を再現することに固執して、敵の親玉のダンゴルと銃引いたところで生死不明エンド。メモリークローンとかいる設定をオリジナルで追加したせいで、ラジオドラマはシャアの意思再現するのに主人公が固執してバッドエンド。原点である小説はメモリークローンとかいる設定ないから、主人公がシャアの意思再現するとかいうのに執着せず、自分の人格に執着して最終的にハッピーエンドで生き残る。主人公が不法居住者になって嫁さんと地球で生活するエピローグは連載版では載ってなくて文庫版で追加された話。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。